本日の動画は。したら呼んでくださいね、うん。多分もう使わんな絶対しな。絶対死なし絶対死なねい。あ、あとね、あとね、社長、社長。あのね、あの非番の日にね、うら裏返しやろうと思っていて。<laughs> は、はい。 あのイベントとかで何かあったら呼んでください。分かった。どんなか今のとそう考えてる。急性激な空いを夢の世界でもやっておりまして。ペニンガピーいるんだけど、ちょっとシーフィ守るのであの。

こう夢の方でいきますね。はい、あ、夢の方で。いいんですかあの。七年の。はい。あ全然いいですよ。千九百九十七年九月二十二日。九月二十二。はい。はい。いはい、ちょっと待ってください。まず本名とね月名というのを出すのでちょっと待ってくださいね。え、こうどっちらなんか。本名が三匹っていう,いうものですね。で。 月名がさ7、七席金星とか聞いたことありますかああ、なんかぽいのは聞いたことありますね。はい。で、それだと、あのー、なんだろうな、あのー、自分の生まれ持ったものっていうのがあるんですけど、あとはなんかこう、何をあげたいとかで追いかける、こう、開運、はい、のものが、方角あるとか、色であるとか、えー、ラッキーなものとかが変わったり。 する感じですね。なるほどね。だからなんか、そう、見るものによって、だから全然アドバイスとかいろいろ変わっちゃう感じ。うん。正確で言うと、本名が3、3匹木星で、はい、あの月名が七匹金星だと、結構、もともと明るくって前向きなのが本質で持ってるんですよ。はい、結構、対人は割と、あの、ドライな時があったりとか、することもあるかなはい、はい あとはね意外とあの潜在意識生まれた日とかっていうところなんですけどあのカリスマ性とか、はい、こう本番に強いとかこう目的目標にこう野心を燃やしがやすい。い 結構、あのー、なんだろう、頭の回転早かったりする人が多くて、こう、コート決めたら、こう、信念持ってやる人が、はい、この日の生まれの人は多いかなっていう。もともと、木とか、あのー、木って、あの、木、木曜日の木の木ですね。とか、はいはい。あとは、エレメントで言うと、あの、金属の金 っていうのを持ちながらはい、はい、土も持ってるし火も持ってるみたいな感じで結構バランスをちゃんと持ってる、うんうん、やると決めたらやる感じですね。<ー> <laughs> はい、あとは何をこう成し遂げたいとか何をあげたいとかで追いかけるものとか、えー、ラッキーなポイントとか変わってくる感じ。 え、うん、じゃあ例えばやっぱ年齢も年齢なんで、はい、恋愛的なものだったらどうなっていきます、はい、恋愛的なものですかちょっと待ってくださいね結構ですね相性的にはあの一泊って言われる方と相性がいいんですよなんだろうなそれはあワンナイト的な感じってことですか あじゃ、全然違います。あの、1から9までの数字があるんですけど、旧正規学ってあ。はいはいはい、はい。あのー、そう、あの、もともと3をお持ちなんですけれども、その相性、3と9を、はい、ごめんなさい、379っていう感じのお持ちなんですけれども、はいはいはい。えっとね、1っていう数字を持っている人。その方って結構ですね、水とか恋愛とかつかさどっている方なので、愛情深い人と、 相性がいいっていうか、ねはいはい、そういう方と出会いやすい場所。で、その方にアンテナ貼るとしたら、例えば、服とか、車とかは、はい、あの、黒とか、うーん白黒みたいな、こう、チャコールグレーとか、そういった色が。はい。うん 落ち着く色ですね<ー>おすすめかなとかなんか具体的にもなんかいらっしゃるとかそういうのでも変わってくるんですけど、まあ、いないと仮定して相性がいい人と出会うならばっていう感じですね <laughs> はい、はいはい、あなるほどねあいつ出してみるか<ー>じゃあ相手の人の生年月日をはい、はい、また月名本名調べてきますね はい、本質的にはね、はい、その方は「時刻土性」っていうのを持ってる上に月名も「時刻土性」なので、はい、<laughs> ちょっと待ってくださいね。同じ人はちょっとねあのまた特殊な星のもとにいる方なんですよ。えー、うーんで全く相性が悪いわけではないんですけれどもその方自体は結構個性的だと思うんですね。はい <で>はい、割と表裏ない感じ。はい、で本質的にはこうなんだろうなこう家庭大事にして堅実な感じ。いなん当に堅実タイプって言われるやつですね。あんまりこう危険を冒すような恋愛はしにくいかもしれない感じですね。 うんでもリーダーシップすごいあったりとかしてカリスマ性は持ってるあの。地道なカリスマ性を持ってる感じの方だと思うんですよ。はい、なので、そうだな相性自体は、うん、本質なところよりも、あのー、サブ的なところには相性合うんですけれども、もしその人がすでに相手がいるとしたらば、はい、様子は見て近づいた方がいいっていう。 状況ですね。うん,うん、いなかったら、そこは全然気にせず。なんだろうな。あします、ね、っすぐっていう感じだと思うんですけど。うまい子。これ泣かない代わりなんですけど。<laughs> あ、夢の世界でも、一応、あの。見てます。あの。鑑定者作ったり。とか <laughs> <laughs> ええー、すごいええー、ちょっと待ってなんかねなんか申し訳ないな、はい、なんでこんなやっん,だなんあ全然全然,全然大丈夫大丈夫もともとねあのいい腰をお持ちなのであで私がですかさ、ね、あ水の人を追いかけた方がいいように思いますね水人とはそうだなあとはなんかこう開運っていうところで今うまくいってないなみたいな時は水なので、はい 神社とか行くのが嫌いじゃなければ弁財天とか祀ってるところが水をる神様弁財るそう、はい、なので近くにあればそういうところがおすすめだったりします。あとはね配信者だとカリスマ運とか芸事高めるっていう意味でも弁財天ってあの相性がいいとされてるので。えー はいそ、そういうとこいいと思います。弁財店あ江ノ島とか弁財店なんだ江ノ島行こうそうですね江ノ島とかあと五島神社もね一応弁財店のあの日本の神様の別名だったりするので<ー>そういうのもうんうんうん。そうそうそうで特にね弁財店行くのおすすめってよく昔からの言われる言い伝えであの身、ーはい、の日身身の日カレンダーで調べると出てくると思うんです。いい結構ね。 そんなな何日かに1回出てくるんですけど、はい、その日に弁財天行くと機運が上がるとかもそういうのも信じてやってる人とかもいるのでみんな弁財天行くのは全然いいことなんですけど特に3匹持ってて 1>, <ー>1がラッキーな人なのでよりブーストかかりそうな感じです、はい、それが。<laughs> なるほどね割増ししぐらいらいいです 配信でね占いをあんまりしたことがないのでちょっとどこまで行っていいかを探りながらしゃべってますけどいえいえ大丈夫大丈夫ですよあの私、うん、あの夢の、ねはい、世界ではあの顔も名前も全部明かしている人間なので、うんうんうん、あそうなんですかはいあのそこは問題ないです、うんうん、あ出たあの <laughs>、はい、あ,あれ私これあのあですかね声変えてるんで、うん、このこの時。 長官のとこ行きます。中宮の二十六歳に独身してるぐらいのおっさんなんですけども。二は誰だっええー。<laughs> あ、え、あの、ないなぼい、ぼいチェンちっちゃんを夢の世界でしてるっていう意味ですか。バラバラす今俺が左の方行ってる。あいやしてないです。あ、そそこの世界のこの地川での,の,のみにしてます。 あそういうことですね。う頭がバグってきた。なるほど。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。さっき倒れてる時にに何かね、あ、そうです。これが普通の自分の声です。おおこれがいつも。

はいあの本名の姿です。なるほどちょっといろいろ今動揺しております。いやあのまず騙あ全然全然全然騙す。そもそもがあのチーカワ先輩とマカロン先輩どっちかなってちょっと名前をお呼び間違えたらやばいと思いながらの言ったけどちやっぱチーカワ先輩だった。俺がこの素を出す時は決めらかそうなんだ。あまた決める。はいはい決めらかしてるわ。はい。 あの、初めて決めらかしたちいかわ先輩に、今情報量満載で、はい、こんな感じです。こんな感じ。あの、なんか、あの、占いしてもらってたんで。占いしてもらいたかったな。で、あの、それの都合上、あの、この状態にならないと、多分いろんな号令が生まれそう。なるほど。はいはい。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 そう。この姿になって、ちょっと今動揺させちゃってる。動揺する。うん。